皆さん、こんにちはこんにちはダフォーさあ今日も始まりました、はい、楽しいお昼の時間。はい、改めまして、はい、私、天に願うと書きまして、天願こと。<laughs> 天願こと天,天に願うと書きまして、はい、天願こと、アッキーナと。 青井さんご賞。エピソード2始まりました。はいどうせやっやっとですね。やっとちょっと冬らしくなりつつあるんじゃないですか。今更なんですけどシバスのシバスもう本当に12月16日。うん、ああ今日昨日ぐらいからかなだんだん寒くなってきて。うんうん、皆さんちょっとジャケットなんかも被りつつあるんじゃないですかね。そう。はい。迷、ね、わずね、うん、ジャケットをこうね被っちゃったよ。 い <laughs> 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 いやそんななことないですよまあでも、うん、まあこのきのうと今日にかけて PM2.5 がね<あ>飛び回ってるっていうことだったんですけれどもまあ<う>こ,がこの PM2.5 がこの寒さも連れてきたのかなっていうのではありがたいっていうのもありつつ、うん、やっぱ PM2.5 っていう微粒なね、うん、こういう細かいの、まあ、あんま好きではないね。なん,なんだろうで結局は 大気汚染してる物質だよよねそうですだからその物質が自分の国を越えてお隣さんまで来るってことはなかなか信じがたい信じがたいですよやっちまったな本当にやっちまったな日本に来るなそう本当そういうことだよもう迷惑ですわ本当にだからみんなねえまあ外出ちょっとまああのマスクをちょっとまあねつけてそうですね ね何が起こるかわからないんででも明日は今日は外出を控えて、うん、まあ我々の青雪さんご視聴聞いたらいかがですかやっぱりそこ行ったところも全くそこい、まあ、ということで、うん、私たちも今から55分間、うん、ラジオ、はいね、そう、ま、マスクして喋りますマスクして <laughs> んん口臭いいからねご <laughs> <laughs> ごめめははや本当に楽しい番組にしていきたいと思いますので、はい、皆さん楽しんでくださいはいそしてあて先はこちら8 6 8 f m うるまドッ c o m 合ってるよね、はいえー、868-FMURUMA.com ファックスナンバーが098-965-4868、098-965-4868、そしてネット配信もやっております。ユーストリーム、そして FM ウルマスタッフブログを検索して、僕らに会いに来てください。よろしくお願いします。さあ、この放送は、この放送はの前にね。はい、ありがとうございます。 ウルマシネの不動産、管理、売買のことなら、株式会社、リードエイジの提供でお送りしております。 さあ改めまして皆さーん、はい、サイナウー、こんにちは、しょーい、あーさあ、えー、葵さんごしょ、お届けしております。はい、皆さん、あのー、ね、あのー、ちょっと先ほどお気苦しい点があったと思いますが、はい、私の方が謝っておきます、あの天眼明、ちょっとね、<laughs> とね口にも、口をもこもこしているっていうことが口に、あ玉2、3個入れて、なんか喋ってる気が、疑惑がありますので、こちらの方も,もう少しね、私の方で、後から追及していきたいと思います。<laughs> だってお口臭いもん <laughs> <laughs> がむかめや。でも、あきら先輩、やっぱ涼しくなって、どうですか?。そうだね。え先ほどのね、私もさ、ね、エアピーも言ったんだけども、ほら。ニット帽の似合う季節で。あ、そうですね。そうですよ。肌寒くなってき肌寒いから。うだから、あきら先輩、見つけにくくなっていう季節もあるので。 アッキーラを探せだからね、最近、本当に前もちょっとお話触れたけどね、イオン・ライカム。ライカム、はい。あちらでですね、僕に似た人をよく見かけると、よくね、LINE で来るわけ。はいあっ、アッキーラさん。いたみたいな。ライカムに今いるよねみたいな。いないいない。いごめん、いないよ。しっかり見て、ニット帽のかぶってるだけじゃないのみたいな。そうね <laughs> まあねニット帽にスポーティーな格好をしている天ぴーが流行ってますねで天ーが本当に <laughs> 天眼ピーポーがたくさんいますのでねまあできれば、はい、あの寒くなるのもいいんですけど、はい、天気もよくて寒いのが一番いいかなまあそれねなんか今日はやっぱりこの PM2.5 の影響なのかもともと天気がクラウディーなのかわからないですけど<う>やっぱちょっとね 怪しいっちゅうか、雨降りそうっつうか、怪しいよ。そんな山ー寒くなるにつれて、やはり夏とは違うので、皆さん、運動しなくなるじゃないなるほど。運動不足とか、どう山ー運動不足とかなってないあいや、先輩の面白い。運動不足はどうってやると、俺、なんて言えばいいんですか運動不足ね、ほんとに。でしょなんかほら豊富ではいあの ラジオ始まったあの月を思い出してあ待ってくださいよ、うん、ティーコン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 ,ティーコンピーはい思い出しました思、はい出したほらちょっと運動してみようかなっていう嘘です <laughs> <laughs> 嘘つき山まピーいやそんなことはないですあげん先輩まずねもう靴を買うお金がない <laughs> あの洋服を着けるお金もない、まあ、それだとね <laughs> スポーツも始められないっていうことで来年に向けてね<は>靴も買いつつ洋服も 変いつつズボンも変いつつということで、もう準備はしております。なるほど。はい。じゃあそんなね気持ちを上げながら、来年の抱負言っちゃったね。ああ。まあ運動する。まあそうですね。まあまあいっぱいある中で。中で。あ一つだから。まあいいかな。引き出しとしてね入れとこう。じゃあそんな上げ上げになるようなね曲をこちらで BGM として流していや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 。まあ本当にほんでここ。 今年運動できなかった人自分の目標達成できなかった人も、はい、まあ少なからずはそれに向かってやっていこうという気持ちはあったと思いますので、うん、それは次はもう実行に移すだけだと思います。はい、はい、来,年来年度は、うんね、計画はもう去年と今年で終わったので、うん、来年はもう実行する年にして<う>皆さん有意義な、ね、もう人生を送っていただければ。 褒めますだからこもうね今年中も今年もあとほら何週間じゃないその間に来年の抱負を決めて探して決めてそして来年すぐちゃんとバチっと言えるようにバチっと今のうち決めとこうよねあっきらの抱負何って言われた時にバシッとバシッとね言ってやりますよ言ってやりますよニットトスケルンでくぜ新しい 2016スケルトンいや2016はやっぱり飛躍の年にしましょうよね毎年毎年もちろん飛躍の年にしたいのではありますけれどもそう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 今年よりはさらに飛躍そうです飛び立つんですよだってヤンピー僕らはほんと目白押しですよなぜならはいもう早速今週はいうるまし産業祭り出ました出ましたよこちらですよこちら 12月19日土曜日そして20日日曜日なんとうるま市石川庁舎周辺および石川体育館はい周りですね、はい、でも明先輩うる、ん、ま市さん祭場ついて言っても別に面白いなんかいろいろイベントあるわけじゃないんでしょうあるーうそーあ,ーあるんだこれが山 P さんなぜなら、はい、なんと豪華はい 超有名人、超有名人、うん、いらっしゃいます、はい、発表しちゃいます、はい、先ほどもね、ちょっと香織さんの番組でもお話ししたんですけれども、なんと土曜日、はい、注目のライブ、はいはいはい、こちらどなたがするかというと、うん、CM の後お伝えします、はい、いいね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 、いや今行っちゃった、はい、ね、まああの、八点六秒バズーカ。 ラス五連敗。そう。ああいはい。パッ、えっ、パッチ。おお来るんですね。はい。こちらがね、十九日土曜日十一時から。はい。なんとライブを行うということ。なるほど。うん。そしてさらに日曜日。日曜日。その次の日ね。はい。こちらも同じく十一時から。今度はバンビーノさん。バンビーノ。ダンスソン。あ。テッテッティ。あ。ええええ。あ。まさかこの 有名人2組が 2> なんかリズムネタのコンビが来てこのうるまし産業祭りを、うん、ビートに乗せてなるほど盛り上げてくれるなんかうるまし乗りに乗ってない、うん、今乗ってるねえ高原さんも、ね、サッカー元日本代表の高原さんも来てる来てるわね、いろいろこの8.6秒バズーカ、うん、マーバンビーノさんもね 19、2 2時いらっしゃるということなので、乗ってますね、来てるんですよ、やはりこれも、ゆいゆいウォークから流れとしまして、やっぱり、うるま市、金町、宜野座、東海岸のサンライズをこう持ってね、みんなで今から生み出していこうという、何かをうるま市産業まつのこのサブタイトルみたいなのが、合併10周年記念。はい 明日もっと好きになるうるまということでこれはなんかいいキャッチコピーですね誰が考えたんもちろんそこにやっぱりキャラクターうるまのキャラクターでありますウルウララ闘牛選手ワイドで伝統神ウうるまもいらっしゃるということでまあこれだけでもないんです皆さんやっぱり一番皆さんがお待ちしてるのは我々、アキラ <laughs> うざ<っ>。<laughs> <laughs> 電源だけに電球。Thank you いいね。<ー>本当に楽しみな楽しみですね。<ー>場所は石川ですか？そうそうそう。もう本当にね、そこ。はい。 えー、時間が午前10時から朝午前10時から午後6時まではい、はい、午前10時から午後6時まで会場がうるま市石川庁舎周辺および石川体育館および天安明のお家ということで皆さん違いますかうるま市石川庁舎周辺および石川体育館にてはい、はい、うるま市産業祭りが、えー、今度来る12月19日土曜日20日日曜日という。 行われますのでどしどし皆さん足を運んでいただいて楽しい楽しいうるまシをもっと好きになっていきましょうはいいいね山いうるまシで好きなところちょっと考えてこううるまし好きなところないあれだから今から発見していくんですよあみんなと一緒にねみんなと一緒に確かにでもこれさやめ面白いことに子供の頃はこの場所が好きだったけど今はここだなって変わってくるはず変わってきますよね中ににはやっぱりここ来ると違うな ってなるる人もいるはずですよねーいや,ーやっぱりち,ょっとちょっとずつ、うん、いろんなやっぱり物産展もあると思いますので催しのも,のもあると思いますので、うん、お笑いだけではなく、はい、本当にうるましの特産を紹介したりだとか、はい、あこういったのがうるましってあったんだっていうのを再発見していくための<お>、えー、祭りでもあると思いますので。はい 本当にこういった形で皆さんがねうるま市は本当にもっともっと好きになってあきらのことももっともっと愛してくれればうるま市はもっとより一層楽しい市になるんじゃないかと思ってますので我々うるま市ティもっともっと応援していきましょうあきら先輩ねっはいさあそんなうるま市ティなんとこの12月19日20日はいねっうるま市産業まつりの際にですねはい石川体育館にて体育館にてなんと 映画上映会もございます映映画上会素晴らしいもちろん入場無料無料無料で映画見れちゃうこれはもう小中学生あ小中高違う中高生のカップルは行こう絶対見た方がいいよ見た方がいいよだってさこの映画はいちょっと説明しはいどうぞ11時40分から「たまこと長地うの呪文」はいという映画が上映されます なんとね、えー、主演にはね、えー、元ね、こちら、えー、FM ウルマでもはいはいはい、はい、番組を持っていただいてましたね、宮川珠子さん珠子さん出演するんですよはいそして、なんと、二本目えー、こちら、ろくな人生うんこちら、十二時二十分からなんと、こちらね、ガレッジセールのゴリさんへぇ<ー>そして我らが、イシャドウさくらさんさくらさん出るんですか出るんだよえ出演すごいすごいっしょうん だから、俺なんで呼ばれてないのかな赤さん、本あるうちの二2つ紹介したじゃないですか。そうそうそう。3本目に、確かに。アキラーの名前と、ヤマピーの名前は、あるはずだから呼んでみて。はい、じゃあ3本目。こちら5時からの、5時からの上映となっております。ちょっと時間空くね。お昼ね、いろんなイベントがあるから。メインだからね。そう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 。こちら、こちらがですね、ジノンシチュン。 ちょっと見にくいな、まあ、ジノン・シチュン、うん、カタカナで、オールカタカナで書かれてますが、はいえー、こちらですね、なんと出演の方が椎名ゆりやスさん、こちらにも宮川珠子さんが出ます、そして、<っ>沖キのお笑い芸人、<っ>初恋、ロマニオンさんが出ます。そ、はい、して最後に我々二2人は。えー、青いさんご礁、エピソード2が、えー、載ってません。<laughs> <laughs> ありがとうございました。来年だね。来年。はい、皆さんこの三本ね楽しんで無料ということです。無料だよ。本当にこの無料に皆さん飛びついてね会場いっぱいにして大いにね楽しんでいってほしいと思います。ね。うん。まだ番組の後輩またこの映画のはい。ちょ内容ちょっと説明していきたいと思います。了解です。はい。よろしくお願いいたします。い。いやなんかうるまし本当盛り上がってきたな。盛り上がってきましたね。ね。これは本当に十周年記念ということもあると思いますので。 いると思ますよすごい力入ってるよやっぱりねそしてその10周年うるま市のそ10周年にちなんでではないですけどもやっぱり元からねうるま市る前からございました「美容室の丘」美容室の丘さん年末年始のイベントがございますおねえ開催期間としまして美容室の丘の園内で11月21日から12月25日なんと美容室の丘 入園料金が、えー、あ入園料金は必要なんですけど参加料が無料ということになっております。うん、いやー、なかなかね、このイベントそうですね、うん、こういった形で、やっぱり、えー、今から冬休みも始まってくると思いますので、わらばたどこに連れていこうかなって<う>思ってる、うん、お父さん、お母さんいらっしゃると思います。全<員>すぐ美容室のほかにすぐ連れてって下ろして、お母さんはどっかでランチ。 <laughs> いいですよ、<laughs> いいよ本当にすごいよ、うん、だって、ね、えー、これいろんな体験とかね、はい、また、たこ揚げ会とかね。はい 美容室の丘の園内でいろんな催し物の楽しみができますので皆さんまずは一度足を運んでどういったイベントがあるのかそこにパンをお取りしてまた遊びに来てくださいそうですよわらバーターもあるんですわけでよただ冬休みだから休むんじゃないですよやっぱこんな時こそ家族でうるましを好きになるっていう意味でもね有意義な時間を過ごした方がいいんですよそれでより一層自分が住んでるところを好きになったら他にも説明できるからね確かに もう本当に今年の夏、うんあのー、海に行けなかったね、海水浴行けなかった人たち、12月30日からいに海に入りに行けばいいさ <laughs> 日差しながら日差しながオーライってから <laughs> 結果結果オーライ楽しく本当に。 やっぱみんなが楽しめるうるましに今からなると思います、はい、10周年11周年といろいろ大きいめイベントが多分目白押しだと思いますので<っ>もしかしたらアッキーもイベントのことはまた来年どこか考えてないかな彼<や>と結構本当にイベンターだからよ企画サーだからよ考えてるかもしれない今内緒だよリスナーの皆さん内緒だけど <laughs> もしかしたらいずれアッキーだからなんかこんなイベントの案内があるかもしれんからお待ちしておきましょうねっはい あるよ、あるよ、あるよ。この人絶対ないよ。じゃあ、ここで一曲お流ししたいと思います。皆さん、我々の話もいいですけど、やはりこの人の曲も聞いておきたい。我らが FM ドラマのパーソナリティでもあります、慰謝道さくらさんです。こちら、かけていきましょうかね。準備の方が整いましたので、ちょっとおかけします。さくらで頑張れ女の子 さあお伝えしましたのはシャさくらで「頑張れ女の子」。 改めまして「青いサンパーエピソード2をお届けしております知らんかったなあラスさんだから「頑張れ女の子」っていうのはこの大場、うん、学園の CM ソングだなってうちょ持って聞いてたんですけどはいよくぞ聞かれしたこれはさくらちゃんが歌ってるんですねそうあのねっ「楽しさ!」っていうあれと全然違うでしょ違いますね可愛い,い女の子の雰囲気を醸し出してなるほどあれどっかで聞いたことあるなと思ってたら、うん この CD ジャケットの裏を見てみると大場学園 CM ソングということだったのでそうなんですあこれさくらちゃんかみたいな全然イメージ違うやんみたいな、うん、そうだって僕らもほらイベントをその、ね、会場で歌う時ってさくらちゃんあのマイク一本で歌ってるじゃないは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 い本当にぶっちゃけこのライブとかに行くとドラム叩きながら歌ってるからね彼女はうもうそこらへんのパフォーマンスをぜひ皆さん直にご覧あれですよね,ね まあねその詳しい情報は FM ウルマのね我々のこの86.8メガヘルツでお聞きしていただければャド堂さくらさんのライブ情報そして番組の方で、はいえー、ご案内がありますのでぜひお聞きください、はいはい、そうですね、うん、まあ県内の方はねもちろんウルマ市沖縄市県内の方はさくらさんのことを知ってる方もいら,いらっしゃると思いますけど、うん、今からねもうの県外の方がい,いろいろ していいくんんじゃゃないですか桜ちゃんのことは<っ>やっぱテレビにも出てるし,てるしこれはすごいわマジでそんなねスーパースターとロックスターと我々一緒にねそんな我々もなかなかファニースター <laughs> <laughs> ファニースターですまあねお笑い芸人を超える超える僕らはね、まあ、お笑いではありませんのでし,、うん、しょうもないスターだから <laughs> でもすごいなんかロックスターってかっこよくないですかなんかこの響き まあ歌の中でもねすごいもうこのロックスターを叫んでるんですけどもさかなクン最後に「Don't be afraid」っていうね「恐れるな」みたいなことを叫ぶんですよ。うん、何今のこ <laughs> すごいね恐れるのと、うん、そういやすごいなと思ってなんか結構、うん、この歌詞ってさあれですよねなんか。 みんなあるよ素晴らしいそれが子供であろうが大人であろうが歌詞はね全然だからこうさくらちゃんって17歳か18歳ぐらいの、ね、女の子じゃないですか<う>僕たち35後半のおじさんじゃないですかだけど共感させられる今みたいな歌詞、うん、あるじゃないですか,、うん、かどこで誰にこの気持ちっていうかね 経験、得てないそのピュアな気持ちで。うん ポロって言うから我々なんてほらもうドすぐロいじゃないわれわれピュアな気持ち持ってたの持ってないのあ心の片隅にほら持ってますよ本当ねそこを刺激されるわけよ持ってますよまだまだある好きになる時はめっちゃピュアですから今でもあ今でもじゃないお結婚してるのだおせえさんおせえさん危ないいやでも好きになることは悪いことじゃないですよねいろんなことを好きになってだって興味を持って綺麗な花を見たら綺麗って言いたいじゃない言いたいですでしょはい ね綺麗な子見たら綺麗って顔言えないって言いたいでしょ言いたいでしょ綺麗ね綺麗な子見てはん言えないです、まあ、言えないでしょでも俺結構あれだからなんか出るだから川行 <laughs> いいくねっていか言うかな <laughs> いくら可愛い,い人がいたの川行くねじゃない <laughs> でこの人が帰った後に上越に電話番号実は聞きたいみたいな肝俺肝<モ>今ね、はい、このうるま市全中学校の、はい 小学校のの男子共共感感ししたた俺も俺もみたいな俺もこの授業中に誰も聞いてるんですか授業中にも誰が聞いてるんですかって風で休んだことかねんかちょっとねラジオ聞いてみたらあれ FM うるまうるま面白いじゃん面白いじゃんほにでも僕がキュンキュンさせたいのはこの耳のお供になってる主婦の皆さんあなたたちなんです来た来た 見きたそして僕が皆さんをドキドキさせたいのはタクシーの運ちゃん何言ってるの <laughs> 何言ってるの何言ってるの人本当に怖いんだけど <laughs> タクシーの運ちゃんどかどうする <laughs> メーターちゃんーガリんだけど。<laughs> <laughs> タクシーの運転手は聞いて、今、びっくりしたんですよ。びっくりしたから。あっ、アッ何って。わったー、ドキドキさせたいバーみたいな。メーターちゃん上がりに行っ2割増し、うまいさっきも言った聞いといて。やばい、これネタにするはずよ。FM 売る前聞いたらさ、メーターがどんどん上がるから。それ、どうなんでしょう。タクシーの運転手、今、ネタにしてるはずよ。は皆さ、もの。 年末、正月の準備はもう進めていってるのかなそう、これ聞きたい逆にね、皆さんメッセージねメッセージお便り、どんどんこちらまでお便りくださいはいね、本当に正月に向けてのご準備ね。そしてまあ正月の前のイベントといえばやはりクリスマスクリスマスね、もう街中あちらこちらでもうあちらこちらで本当。カリクリスマス、カリみたいなね本ほんとにやだよクリスマス、ヘイヒー、パイパー でもそんな、うん、こんなゲスの我々二人にも、<あ>サンタはやってくるんすよ。ありがとう、ほんと本当に。今年は来てくれるよね。来てくれますよ、本当に。ね、今年も。ね、今年もね。サンタさんはいます。<laughs> <laughs> 皆さん、サンタさんはいます。 どっかで聞いたどっかで聞いたところでああごめんなさいスタいや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 ほんとにまあねそのサンタさんにもそしてわれわれにもやはりメッセージを伝えないことにはプレゼントなんて届くはずがありませんだからっ気に入ってるねそうですよ皆さんだからあなたのメッセージは何ですかいつもこれをテーマにやっております皆さんのメッセージわれわれにください やっぱりね、この心で思ってるだけだったら、うん、やっぱり何事も,もね、われわれもテレパシーを分かる人間じゃないので、うん、気づき、<laughs> 気づき、気づきません。伝わらない。伝わらないです。そのためには、われわれにメッセージ届けたいんであれば、うん、メール、うん、ファックス、うん、で、お便り、うん、どしどし。 しし今ね、お便りがちょっと来ているのかなという確認してて、見てたら、この間のね、ちょっと、かなたさんのメールをちょっと見てたんですけども、検証が当たったということで、早めのクリスマスプレゼントをいただいたわけじゃないですか。いいですね、検証、は本当に、自分はゴルフのやりすぎて、検証縁にしかないですよ、本当に、検証縁、本当に、大丈夫かなみたいな。検証が当たりすぎて、検証縁になりたいね。 炎上。僕のネット炎上。やばい。超めちゃめちゃやばい。Facebook 炎上。面白い面白い。炎上するほど人気ない。でも皆さんやっぱ締め縄だったり、やっぱり事前の準備は多分み大事だと思います。沖縄の人特に。直前になってから準備する人多いじゃないですか。多い。締め縄って言ったら正月の話だけど、だクリスマスツリーでしょ。ツリーツリー。うん、やっぱクリスマスツリーもやっぱり。

パーティーグッズ、パーティー用のね、パーリーのね、ドリンクとか、そういった品々を買いまして、そうですね、ヤングに対するプレゼントもありの、アダルティーに対するプレゼントもありの、シニアシニアに対するプレゼントもありますので、もうぜひね、うるまあの田畑さんに、クリスマスツリーか、何か何りまでありますよ、弁当持ってる 売ってるえント向かいにいってうん弁当買うがてのはクリスマスツリーの部品一個買って一日一個足していけばう二十五日は見事な見事なビッグツリーがビッグツリーが完成しちゃうたバタータラタッ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 タバターこれ CM なるねなりますかね新しい違います僕絶対ななと思うよこんなしょうもない俺のいやいやいや今なんかヒントいたよ あ来ましたからね。来た来た。ヒントこれダメです。わかりましこれは著作権違反なので、やっぱ使うときは来てもらわないと。やっぱりね、勝ってねやっぱり CM 流れてた。僕はちょっと舞台舞台きまし僕が作ったねえ。それ言いたいでしょ。言いたいだけ。ああ、仲良くしてください田畑さん本当に。FM 宇輪馬から発信、そして宇輪馬市から何かを生み出していく。はい。 サンセットでなくサンライズ。それをもとに我々は今日も喋っております。そしてこの番組が持っているのはやはり皆さんのメッセージのおかげでございます。皆さんね、素敵なメッセージ。そしてなんとなくメッセージ。いろんなメッセージください。いつもね、毎回100通ぐらいは届いてるんですけど、ありがとうございます。ちょっと読みたいのは読みたいんですけど、我々はやっぱりアッキーとヤマピは1週間に1回しか会わないので、ちょっと喋り足りないかなということもあって、ちょっと皆さんのメッセージ、後回しにしてる部分 があったり、なかったり、中だかり。炎上。今日炎上ばっかりするね、俺。さあ、僕もね、メッセージどんどん探してはいるんですけど、僕探しあの、探っているんですけど。やっぱりフェイスブックに届くのが多い。なるほど。うん、やんのね。まあ、でも、あきらさん、手軽っちゃ、手軽じゃないですか。メールアドレスを打って。そう。つかめるかは、やっぱラインだったり。この S. N. S. サイトに。 やったラッコチンということで皆さんやってるんですけど冬だけにうん炎上竹けさんも何何回も炎上させないでやばいだけどエ,ンエンジョイしちゃうぜ。 炎上だけに炎上 <laughs> <laughs>、これはやばい,これはやばいなんか今日はなんか親父ギャグが蔓延してる今日シニアだね、シニア本当ね。PM2.5 じゃなくて親父ギャグまん延いうことで。<laughs> 皆さんマスクつけて、マスク。ね、マスクじゃないでしょ。PM2.5 じゃ親父ギャグだから耳栓でしょ。耳栓か。聞きたくないよーっつって。じゃあもうフル,フ,ルフルマスクだね。フルフェイスでしょ。<laughs> フルマスクって何死ぬでしょ。<laughs> フルマスクやったら死な 息できないよフルレースでしょデスマスクデスマスクありがとうございます本当にああもうねさあそんな我々でございますがはい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 こちらでうん一つうんお届けしたいと思いますのがはい曲の前にはいえーやっぱ交通安全アドバイスアドバイザーといたしました。イエスイエスイエス先ほどなのまかはりさんの番組でもお伝えしていましたがはい僕の方でもまあ交通安全安全アドバイザーとしましてはい皆さんにお伝えしていきたいと思いますはいこちらですねはいでは皆さん 交通安全アドバイスは今から天眼明が読ませていただきますはい制限速度を守り特に夜間から早朝にかけては交通量が少ないことに気を許すことなく歩行者が横断していないかしっかり前を見て運転をしてください以上交通安全アドバイザーの天川でしたありがとうございますまあねあのー、もちろん 制限速度であったり、はい、まあ違反しないというのは当たり前なんですけど、うん、まあこの時期特に、えー、皆さん忘年会シーズンっていうこともあって、はい、やっぱりや,やってし,しまいそうな違反が飲酒運転でございますやっぱりこれはちょっと強くよはい飲酒運転、うん、もちろん皆さん飲んだら乗らないっていうのは分かると思うんですけど、うん、いっぱ杯だけだからちょっと2時間たったし 大丈夫かなっていうね、自分自身で判断し、うん、する方がいらっしゃいますけれども、そんなに早くはアルコールは抜けません。抜けない。うん。うん もうだって本当にヤンピーが言ったように飲んだら乗らないでください。はい。本当にこれはもう乗るなって命令形じゃなくて飲んだら乗らないようにしましょう。ね、もう本当にお願いだよね。はい。僕ら本当切なるお願い。もう乗ってしまいそうだったら初めから車持って行かずにタクシーもしくは送ってもらって現地まで行ってあるってことですか？それ一番いい。うん。送ってねもらった方が一番いいよね。それかも車で寝る。うん。まあ。 嫁さんがいる人は、ね、旦那さんがいる人は車で寝てもいいし、うん、できれば車はやっぱり怖いので、うん、どっかに泊まるっていう方がいいですかね。ねお泊まりしてから、おう、近いた方がいいですよ。<う>これから人を殺してしまったり、傷つけてしまったり、大きい罰金を犯してしまうぐらいだったら、人生大なしするよりはね。うん、5000円払って、どっかにお泊まりした方がいいですよもう。もうそっちの方が全然もうありがたい。自分の何より自分のため、家族のため、そうですね、みんなのためだよね。うんじゃ えー、お昼からすごいいい放送をしております。はい、我々、うんえー、そこで,ですね。またいい放送に対しましていい曲をちょっとかけていきたいと思います。はい、今のまさしく、えー、みんなのためにということでみんなに愛を、えー、送りたいと思いますので、はい、こちら万丈愛さんで曲をお届けしたいと思います。ねこの曲目さあ今日は何が流れるのかな。うん万丈愛万丈の楽曲愛さん。 さなんて素敵な日なんだろう。 さあ、お伝えしましたのは番ア愛さんで「なんて素敵な日なんだろう」でした。 さあ、ニューバージョンでございます。何やけや、先輩へへヤビー,、えー、ー聞いてなかったけど、<ー>びっくりしたけど。喋 <laughs> ったと思ったおいみたいな。<laughs> そんな。曲調は一緒だったでしょ。はい、ねかっこいい。おお、これね、大城さんと夜中、もう3時までね、ここで。<laughs> 作ったんですか <laughs> ああ、なるほどね。<laughs> いや、でも本当に、あの、 いろいろ力を貸していただきましてスタッフの皆さんありがとうございます。我々の番組よりよくなっていきますのでぜひまたお時間までね1時から約55分間お聞きください。改めまして皆さん青い珊瑚ゴ礁エピソード2お届けしております。秋野先輩年末に向かっていくじゃないですか。皆さん年末正月食べ過ぎて 正月太りしたわとかっていう話もよくちらほら聞くじゃないですかはいまあそれだったら、うん、もう今の段階で,、まあ、12月の段階で1 2キロはダイエットしておいてなるほど年末からくっちゃねして2キロ太ったら元に戻るっていうのはどんなですかねやばい俺はうんやべ賛成賛成賛成だけど多分周りの人は やって痩せたから今これだけ食べても大丈夫だろうというリバウンド的ななんかのあ<ー>異常になりそうだねなうーん,なんかも,も,もちろんねやっぱりこの忘年会シーズン多い師ス12月ですから、うん、なかなかこのダイエットっていうのは難しいかもしれませんけれども、うん、まあでもどうせもう太るのが目に見えてる時期じゃないですか12月1月っていうのはもう見える見える今 <laughs> 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 宮脇宮脇昭弘いました昭弘さやっぱり。 やばい、沖山さんよりなんかいいかもしれん。いや、マジでさ、はい、ヤンピが言う通り、どうせだって。 そこで、クわっちとか、その本当に、本当に美味しいもの。正月だからとか、クリスマスだからやっぱ美味しいもの出る、出るじゃない。出ますね。忘年会だし。食べないわけに行いかないじゃない。いかないです。その雰囲気で。私ダイエットしてるから、ちょっといいわ、とか。言えないですもんね。言えないでしょだって、楽しい時には食べし、食べし、食楽しい食べ物。略して食べしい。食べしい。ものを食べてみんなと一緒に。ワイワイしたい。ワイワイしたいじゃん。 そう,そうだよやっぱりその時ばかりはだから解禁するために、うん、ヤンピーが言ったようにふだねちょっとそうですよちょっとセーブしてセーブして、うんまあ、そういったこともやっぱ見える明宏さんが言ってましたよ見える明宏さんどうぞ一と言見えるわってほらね見える明宏さん言ったでしょうるま市の見える明宏さんいるんですよほんとにうるま市 <laughs> のら沖山さんという福山雅治さん雅治 <laughs> さんに似た方もいらっしゃれば あの三輪明宏さんに似てらっしゃる、ね、見える明宏さんもいらっしゃいますので <laughs> あ<と>皆さんあの <laughs> FM ウルマン青いさんご所のラジオを見に来てどういった方が見える明宏さんをやってるのか見に来た方がいいと思いますやっぱりね2人でやってる番組なのでたまにやっぱゲストがいらっしゃるんですよそうそうねごめんそうだねあ、ねうんぴねゲストね毎回各週、ま、来ていただいてるのでね、うんまあ、一言一言のゲストいろいろやっぱ来ますよ来ます、ね、今本当に 準レギュラーでいるのが沖山雅治さんと今日初めて出ていらっしゃいました見える明宏さん。これからどんどん出していこうねそうですねいろんなキャラクターがいらっしゃいますので FM うるま白いと思いと思います。いやもうね例えば火曜日の爆笑居酒屋ね丸笑いさんでは DJ 兄貴さんによる嫌な。 ないもんさんとかねいろいろいますのでまたこちらもお楽しみにしていただきたいですね出ると思いますよイベントにもねいろいろ出ていきますよ我々もそのイベントそれが今週こちら19日20日行われます今週の土日ですねはいうるま市産業まつり合併10周年記念明日もっと好きになるうるまということですね えーすごいですよ、こちら沖縄盆栽展同時開催ですからね、うん、うん、すごいよ、そしてなんとま、まあ、もちろんお楽しみ抽選会抽選会、こちらね500円以上お買い上げのお客様に抽選券を1枚申請しております、はい3枚集めてお楽しみ抽選会に参加できますということで、<い>そして3段下、ね、お花のプレゼントがございます。はい えー、お一人様一本限り本数に限りがありますのでなくなり次第終了とさせていただきます、えー、農,産農産物配布コーナーにて配布してます皆さんぜひねこちら来てくださいそして会場ではね先ほどもおっしゃいました、えー、うるうららとねじゃんけんをしてなんと焼き芋がもらえちゃう、はい、でもこの時期の焼き芋絶対美味しいですよ、ね、しかも無料ええー、じゃんけんにかってる焼き芋ももらえるんだよ何それ すごい。しかもウルウララグー出させない。大丈夫かな。パー出してもいい。内緒じゃない。あ、内緒。あ、F.M. のもの聞いた人得だね。そうですね。ウルウララグー出させなかったんじゃない確か。だからよマジで本当グー出させないじゃん。え、こちらもね、こっすり限定がありますので、ぜひ早めに来て、目にウルウララさんを捕まえて、じゃんけんして、おいしいこくのお芋をゲットしましょう。はい。ね。 こちらはね、時間がまあ土曜日の2時からとなっておりますはい他の時間に来てもダメようん、ダメよー2時に来てちょうだい、2時に2時にだよ、2時にうん美味しそう、焼き芋ねえねそして、先ほどもおっしゃいました映画の映画のちょっとした情報、こちらでういっすーパッパパと言っちゃいましょうね、はンいいえまず、玉子とチョウチカの呪文こちらも石川体育館内にて、え放送されます こちらは11時40分から上映となっています。えー、内容がですね、こちら。たまは、玉城さん、の一番弟子の末江の小学生。飲酒、そうだね。酒飲みの父と浦添に暮らしている。玉子は、普通の人に見えないものが見える力。真面目を封印する特別な能力を持っていた。浦添の京、えー、塚には、昔僧侶が真面目を封印したとされている京塚の、えー、石碑があった。 ある日地震によりその石碑が壊れ2体の真面目が現れ悪さを始めたこのままでは人々が混乱し心が悪くなるタマコは特別な能力を発揮し真面目ン退重へと乗り出すのですうー、うん,なんかねマ真面目って言ったらあのね、うん、あの竜神マブヤを思い出す、ねうん、そうですねまあ楽しそうな映画ですの、ね、で、はいうん、ぜひ見ていただきたいと思います、はい、そして2本目「ろくな人生」こちら12時20分より上映されます えー、なんと監督がガレッジセールのゴリさんはい長文章さそして、うん、なんと出演に我々の医者の桜さんが出ますそして、えー、こちら内容の方で東京の出版社に、えー、勤める新人ライターの上野は、えー、旅雑誌の沖縄特集を任せられた 嫌味な上司に企画をダメ出しされ移動の宣告を受け最後のチャンスとして沖縄に1日だけの取材にあてもなくさらにカバンをなくし一問なしになる上野だが通りかかったタクシーに乗せられ小座の町へ町の人々に翻弄される上野無事に取材はできるのかたった1日の旅で人生は変わるのか沖縄市の魅力と尋常をちりばめたコメディ作品ということではい沖縄市の魅力が詰まっておりますね<え>、うん、楽しそう。 ね、うぜひうるましのね、はい、撮ってほしいよねですねそして、えー、ラスト5時から上映「ジノンシチュン、ねえー」ギノワン氏からパンフレット用の写真を依頼されたフリーカメラマンのジノンはギノワン氏のさまざまな場所で撮影を行っていたその中森川公園で、えー、なんか怪しくんん、まあ、美しく踊るなんだろうな、ね、これはしずる、うん、と出会う フリーカメラマンのジノンとタヒチアンダンスインストラクターのシズレギノワン氏にまつわるハゴロモ伝説を現代版にアレンジした二人の物語ですタヒチアンダンスを踊る上で欠かせない衣装パレオをめぐる恋の駆け引き次第にシズレへの思いを募らせるジノンとどこか思わせぶりな二人の心情をタヒチアンダンスナンバーに乗せて表現した神秘的なラブストーリーとなっておりますちなみにこの映画のタイトルジノンシチュンとは 方言で技能ワンジノーン好きシチューンはいなるほどこれ方言だなるほどジノーンシチューンっていうのは技能ワ好きっていうことなんですねうんなるほど楽しそうなばあの映画三本、はい、ね十九二十二日西川体育館で無料で見れますのでぜひ皆さんあの遊びに行ったらいかがでしょうかお、うん、超面白そうなんかえ あだねら先輩今原稿を皆さん呼んでたんですけれども神と遠い遠いあの老眼か老眼かこれ遠い死に遠い笑わすけどそう僕の心はねなかなか遠いよ地球の裏側までスケルトンなんじゃそれさあ今日はねメッセージ今日なん5000通届いてたんですけれどもまあまあ 抽選箱に回しておきますはい回しますもう入りきらないからね焼き芋焼く時のは紙に使えますよねはいありがとうございますさあそんな我々でございますがはいここでねうん。ごめんやべ。もう一曲ちょっとあそうそうそうはいいいかないいですよいいですよやはりねはいええ。確かにねまあ一曲いきたいところですけどもやっぱり皆さんあの我々の話を聞きたいということですので まあぜひねもうこれが我々のバックグラウンドミュージックだと思って皆さんも聞,聞いていてはいかがでしょうか。うん、よかった、ヤンピーありがとういい振りありがとうございますあれ。僕の話はもう終わりということで <laughs> 今から歌がさあ始まっていくのかな <laughs> バックグラウンドミュージックさあ、こちら、はい、前も我々のゲストで来ていただきました泉泉さんそして浅野、えー、勝森さんによります。えー ネバネバ温度はいお聞きください さ、この放送は独自の賃貸管理システムクロスタイズで万全サポート不動産管理売買のことなら株式会社リードエイジの提供でお送りしておりますはいどうね山ぴいいね今なんか新しいジングルか新しいジングルありましたね自分たちが悪ふざけしてるような感じでしょあれだったですねあそうなんですよそうそうそう声は山 P で声は山 P で そして、エンディングなんですよ、はい、これまたね来年度に向けてつけてますので、はい、今日はおなじみのこちらを流しておきたいと思います。エンディング 走れ,走れさあみなさん、ね、明日の方も楽しましょうこの PM2.5 なんてああ明日僕たちの気持ちで吹き,き飛ばせばいいんすよ <laughs> もう下も回らないぐらい PM2.5 口の中に入ってます <laughs> 本当にね、はい、皆さん、えー、うがい手洗いは本当に最近インフルエンザが流行っているということだったので、うん、やっぱ手洗い、うがいをして、まあ、もちろんインフルエンザもうマスクもしてできればもうこの目薬もして、うん、PM2.5 対策もういろんなウイルスの対策をしていきながら。 冬を乗り切っってていいいほしと思ます特にね今日ね番組を通して必ず PM2.5 をお伝えしたのは本当にこの季節の変わり目とともに体調を崩しやすくなっておりますので特に我々お隣さん中国ですので気をつけていただきたいと思いますだからこそ今こそ自分の自己管理そこをしっかり今一度しっかり見つめ直して健康管理 よろしくお願いいたします。チェックするのは PM2.5 だけじゃなくて、我々青い参考書が始まる時間の PM1 も要チェック !868! よろしくお願いします。ハローハッピー !86.8MHz! タクシーのうんちゃん、うるま市に入ったら、すかさずこのチャンネルをチェックーみなさんでハッピーになりましょううるま市に来たらハッピーになるんだね。なりだって我々のなんとなく上がるこのレディオ ?Yes! 放送うん。ね。 あなたの、いつもあなたのおそばに恒例グッえー、ぜひ皆さんのお供になれたらいいなと思っております、はいうん、さあ今日も元気にお伝えしましたのは天に願うと書きまして天眼ことアッキーラと山ーの青いサンゴショーエピソード2それではまた来週元気にお会いしましょうせーの d イ